ワールドカップの中断を終えてのホーム戦、スポーツの森鈴鹿に集まった600人のサポーターが熱い声援を送りました。今シーズンホーム初勝利を狙い、くノ一は前半から積極的にゴールを狙います。0対0で折り返した後半も、くノ一は攻撃の姿勢を緩めません。くノ一に決定的なチャンスが訪れたのは後半41分、途中出場の松永芳恵のパスを杉田亜美が決めてゴール。くノ一は1対0で今シーズンホーム戦初勝利を収めました。本当に悔しい思いが続いて、不甲斐ない試合をしてしまったので、やっぱり本当に応援していただけるためにも、やっぱり勝利っていうのが一番だと思ったので、その気持ちをぶつけました。後半戦スタートして、2週間の間で、4連戦ということで、ハードな、試合になりますが、いいスタートを切れたと思います。これからも一戦一戦大事にしていきながら、勝利をちょっと重ねていきたいと思います。